はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、青森県奥入瀬町にある読書会さんの方に来てるんですけども、はい、東京オートサロン2022、はい、出展マシンということで、はい、まあ、実際にはまだ 100% 完成はしてないよ、うん、そうですね、いうことなんですけども、はい、今作ってますが、はい、今現状でね、ちょっとできてるところで、解説していただきたいと思います、はい、ということで、まず、目立つボディからなんですけども、はい、これのコンセプトは、はい、これはやっぱこの名前の通りノースハンターっていうあれで私たち作ってるんで、はいはい、コンセプトっていうのはやっぱりハンター仕様で、ハンター、うん、はい、でこのコンプリートは作られていってるんですけども、はい、まあハンターっていうのがやっぱり山奥だったり、はい、まあ、遠くだと雪国っていうのは吹雪だったり、うん、そういう時っていうのはやっぱり蛍光色っていうのが視界が悪い時とか目立つんですよね。あ、逆にね、はい、はい、それで、うん、まあ、自分たち考え抜いた作でグレーだったり、うん、ブラックだったり確かにかっこいいんですけど、はい、まあ、このオートサロンに限ってスペシャルをやっぱ作りたかったってことで、うん、このハンター色っていうノースイエローっていうノースイエロー、はい、っていうのを作らせてもらったんですけど、オールペンしてと、そうですね、いうことで、はい、はい、うん、実際にこれ今、うん、リフトアップしてますけども、そうですね、車高ってどれぐらい上がってるんですか。これが今までなかったモデルなんですけども、はい、3インチっていうもの、3インチ、はい、はい、まあ、3インチっていう、なんで3インチっていう風になると思うんですけども、はい、まあ、実際は4インチの方を皆さんたくさんつけてるんですけど、そうですね、うん、ですけどこのエブリィのハイルーフに限っては、はい、4インチつけたらやっぱり2メータータイヤ大きいのつけば超えちゃうんですよね。あ、その軽の枠の、そうです、軽規格から超えちゃうんで、はい、まあ、乗用車ナンバー、乗用車にしなきゃ登録しなければダメなんで、はい、まあ、私たちどうにかやっぱりそこは軽の枠で、ね、そうですね、はい、クリアしたいということで、うん、こういう商品をリリースさせてもらったんですけども、はい、実際にどれぐらい上がってるんですか、車高は。まあ、車高はだから3インチです、はい、でタイヤ入れて大体2メーターいくかいかないかぐらいで設定して、はい、もう2メーターギリで、そうですね、ってことは、うん、まあ、日頃でも全然安心してというか、そうですね、このままのスタイルで車検が通るっていう、通ると、まあ、後編かけなければダメですけども、はい、うん、それをやればこのタイヤつけてこの足回りつけてこのスタイルで堂々と、はい、ナンバーつけて乗って歩けるってことですね。でその足回りを今回、はい、新しく作ったと。そうですね、はい、北海道の有名なお店のパドックさん、パドックさん、うん、のと先生のとこで、うん、コラボして、はい、作らせてもらって、はい、東京オートサロンに皆さんに見てもらうって形で、まあ、はい、実際にね、うん、北海道のショップさんっていうことはね、やっぱりよく雪とか ね、うん、そうですね、路面が悪いところで、はい、非常にこうテストしたりとかしてるんで、うん、まあ、それこそ何耐久性とか、そうですね、耐久性だったりやっぱりその乗り心地だったりね、はい、やっぱそういうものが最高に自分たちも見ていいものだって思ったんで、はい、うん、まあ、今回そうですね作ったと、はい、そして、今ね土器さんのこうちょうどこう影に隠れてる部分になるんですけども、うん、フロントバンパー、あ、ここですね、はい、ここですね、うん、ウインチがついてる、そうですね、これはもうノースハンターっていうそのハンター仕様だから、そうですね、ハンター仕様で、まあ、このコンプリートこのオートサロン用には特別につけたって形で、はい、うんうん、これもやっぱ通常にはつけることはそれなりにできると思うんですけど、はい、つけてもこのフレームが持たないんで、はい、そこに特別に補強を入れて、はい、ウィンチ使っても曲がらないように、はい、ちゃんとついていけるように作ったって仕様です。作ってると、はい、そして、ルーフラックの方にはこれハードカーゴ、そうですね、はい、うん、ニューモデルってことで最近出たモデルなんですけども、はい、非常にこのノースハンターに合うかなと、そうですね、うん、フロントにはこれ IPF さんの、ね、そうですね、LED のライトバーついてて、はい、いうことなんですが、で実際にこれハードカーゴさんとか、うん、あとこのルーフなんかは、はい、これ塗装してますよね。そうですね、まあ、うん、私たちやっぱ遠くなので、はい、まあ、雪が今も降ってるんですけども、うん、一つでもやっぱ塗装かかったり特殊な塗装かければやっぱ長持ちするんで、はい、錆びにくいということで、うん、まあ、この塗装をかけさせてもらったんですけど、はいはい、そういうような形で非常にその見た目だけじゃなくてね、はい、実用というか考えて、はい、作ってるよというところなんですが、はい、まあ、東京オートサロン2022ということで、はい、北館でしたよね、そうですね、はい、北館ですね、そちらの方で出展されるということで、はい、今回ね、うん、会場の方、うん、当日券が販売ないんで、うん、はい、なんか事前登録の前売り券しかないんでね、はい、もうぜひ早めに購入して、ね、はい、見に来てと、はい、
いうことでございます、はい、ね、まだこれまあ制作途中なんで、まあ、完成形はね、うん、あの実際会場の方で、そうですね、はい、見ていただければと思いますので、はい、まあ、徳さんの方も頑張って頑張ります、はいはい、車作っていただければと思います、はいはい、ということで、今日はですね、読書会さんの方から、はい、東京オートサロン2020に出展するエブリの方をご紹介いたしました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。